どうもこんにちは、こぶしです。今回はですね、4弦ベースのメリットの話をしたいと思います。はい。ベースはですね、まあ昨今、すごい5弦ベースを使う人って増えましたよね。5弦ベースは6弦ベース。まあ4弦以上あるベースですね。はい。まあただですね、まあもともとは弦は4本であったベースなんですけども、5弦使いはすごく増えていてですね、で今ネットとかで見ると、5弦ベースのメリットみたいなのはすごくいろんなところで語られているんですけども、4弦ベースのメリットがね、あんまり語られていないんで、僕はですね、ちょっと今回4弦ベースを、あえて4弦ベースを弾くメリットみたいなのですね、ちょっと話をしたいと思います。まあきっとこれを聞く頃にはですね、5弦使いもやっぱり4弦がいいかなって思うかもしれません。はい、こんな感じでですね、僕のチャンネルではですね、まあ音楽に関すること、楽器に関することの話をしたり、まあレビュー動画を出したりとかしておりますので、まあもし面白いなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。今回ですね、4弦ベースをあえて使うメリットを3つ紹介いたしますとですね、まず1つはミュート。はい。まあ、これはですね、なんとなくわかると思うんですけども、5弦ベースって、やっぱり弦が1本ですね、多い分ですね、音域は広がるんですけども、ミュートといってですね、この鳴らしたい音以外の音を鳴らさないようにする技術。はい。これがすごく難しくなってきます。もうミュートだけで本1冊、できるぐらい奥の深い技術なんですけども、それがやっぱ弦1本増えることによってかなり難しくなってきます。はい。なので、まあそういった面からいくと、4弦の方がやっぱりミュートをしっかりしやすいというメリットがあります。特にスラップなんかするとね、こう4弦でスラップするとこの5弦のミュートをどうするんだとか、いろんな問題が出てきます。はい。そういったところがですね、まず一つ、5弦よりですね、4弦の方がいいんじゃないかなというポイントです。はい。二つ目はですね、もう疲れないってことですね。5弦ベースって基本的にこの運指がまあまあ大変になってくるので、疲れるんですよね。例えばですけども、30分、40分のライブとかならいいんですけど、4、5時間ぐらい弾き続けなきゃいけない状況とかってあるじゃないですか。生きてると。まあ例えばセッションホストみたいな、まあセッションのね、来る人に対してこう、ずっとね、ベーシストがあんま来ないセッションとかで、ベースずっと弾きっぱなしみたいなことになって、たりとか、まあ、長いねライブとかだと1時2時間3時間とか弾いたりするじゃないですか。そういった時に5弦ベースで、スケールの長い、まあこのベースこそまさにそうですけども、こうスケールが長いベースっていうのはやっぱり長時間弾くには結構ね過酷なんですよ。そういった時にシンプルなこういう4弦ベースの、スケールのこういう4弦ベース使うと、やっぱりね疲れと疲労度がね全然違うと思います。まあね、いろんなスタイルでこう活動されてる人がいるんで、長時間、弾くとかね、いろんなジャンルに対応するけど、長時間弾く。で、こうやっぱ指がしんどくなるみたいなことがある場合は、やっぱりそれとかね、4弦にメリットがあるのかなと僕は思います。3つ目はですね、これがね、個人的にはすごく大きいメリットだと思うんですけども、4弦がですね、創造性高まるんじゃねえかなと僕は思ってるんです。まあどういうことかっていうと、まあ創造性とかクリエイティビティ、まあクリエイターとかいうぐらいなんで、まあ音楽やってる人ってこうなんかね、ひらめきとか新しい発想みたいな、そういうのってすごく大事だと思うんですよね。はい。で、これがですね、まあ4弦ベースを使うと、まあ意外とクリエイティビティが上がるんじゃないかなと僕は思っていて、まあどういうことかっていうと、まあ例えばね、皆さん今から曲作ってくださいって言うとめっちゃ困るじゃないですか。で、曲を作れって言われてもどうにもならないですよね。でも、制限を設けると意外と人ってその創造性とかクリエイティビティって発揮できてて、例えば、ドレミの3音を使ってで30秒以内で今から曲作ってくださいって言うとできるじゃないですか。はい。そうやってですね、人って制限を設けることによって、まあ、いい発想とかアイデアが生まれたり、まあ、成長したりするんですよね。まあ、俳句とかもまさにそうじゃないですか。五七五にするとか、季語っていうものをつけなきゃいけないって、そうやって制限することによって、まあ、いろいろ面白い俳句が生まれたりとかしているわけですよ。で、これをね、うまく利用するというか、4弦ベースってそういうのがうまく働くと思っていて、まあ、例えばですけども、ね、4弦って、まあ、音域が5弦より少ないじゃないですか。たときに、じゃあ、どういう風にしてアプローチしていこうかなって考えるとか、例えば5弦のね、音域がある曲をコピーしてて、4弦しかないけど、どうしたらいいのかな、無理、おしまいじゃなくて、例えばね、5弦の音域を出すために、例えばね、この4弦だけチューニングを下げてみるとか、もしくは別のフレーズに変えてみるとか、そういう風な感じで、まあ、創造性をですね、発揮するチャンスとかですね、創造性を発揮する能力が高まるんじゃねえかなと僕は
思うんですよ。だから4弦は4弦ならではのアプローチとか4弦ならではの表現みたいなやり方みたいなのを模索していってあげると、まあ僕こう音楽家のねクリエイティビティ的なものが高まっていいんじゃねえかなと思うわけですよ。はい、これは結構僕の中では重要なのかなと、僕らベーシストには結構大事な要素なのかなと思うんですよ。このあえて4弦を選んで4弦でどうするかを考えるっていう力が、はい、でもちろん5弦は5弦でとっても、いいものなので、実は僕は過去にですね5弦ベースのすすめといって5弦が欲しくなるおすすめっていう動画を出してるんで、リンクを貼っておきましたので、よければそちらの方も見ていただくと5弦は5弦で欲しくなったりします。そんな感じですね、今回は4弦ベースのメリット3つをですね軽く紹介してみました。はい、まあ今回まあ言わなかったんですけど、値段とかまあ品質の差っていうのはちょっと抜きにして、まあね4弦の方が同じ価格だったらね品質が良いものが得られやすいみたいなこともあるんですけど、ちょっと今回はそれは抜きにして、まあ4弦ベースのメリット3つをですね紹介してみましたんで、まあですね4弦か5弦か悩んでる人の参考の一つになればいいかなと思います。はい、という感じで今回の動画はこんな感じでございます。またチャンネル登録高評価ボタンぜひよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。